さあ、そしていよいよこの後は F1 カーがやってまいります。皆さんを1960年代にワープさせます。タイムスリップ。1965年、 F1、 まだまだ当時日本にはインターネットなんてありません。世界の裏側からテレビ中継なんていうのもなかったと思います。日本の F1 ではね、日本で見る F1 というのは雑誌などでしか知らなかった、そんな時代だと思います。さあ、そんな遥か彼方、遠い地球の裏側でホンダの技術者たちが技術の最高峰を集めて作った四輪のフォーミュラーカー、フォーミュラー1。それまで世界グランプリで二輪の舞台では優勝などもありましたホンダ。さあ、その二輪の技術を今度は四輪にそのまんまいろいろ使えるものは使って設計をし、そして作られたマシーンがこの RA271 から続く272です。この次の年273にはエンジンの排気量が変わる、大きく変わるということで 1500cc で走った最後の12気筒ということになります。さあ、まずは皆さん音に驚いてください。 1500cc、 皆さんが乗られているタウンカー、街の車と同じぐらいの排気量です。ただ中身は化け物です。12気筒、12のピストンが一斉に奏でる音はどんな音なのか。ではここはもう言葉はやめます。全てを皆さん聞いてください。お願いします。 RA27 にエンジン始動。
メーカーに勝つために、さまざまなアイデアをこの車に織り込んでいます。パワーもそうです、燃費もそうです、そして何よりもレースで勝つ強さ、当時では1万2000回転 1500cc の V 型12とは回ったと言われています。今日はちなみに1万回転を超えるぐらいまで宮城選手は回してくれているそうです。さあ、